仕上がりはこんな感じです。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回は短めのボブの方でもできる紐アレンジのご紹介になります。ボブの方だと一つ結びした時に襟足が落ちてきやすいと思うので、今回は上の部分下の部分を分けて2回で結ぶやり方をご紹介しています。ぜひ動画を見てチャレンジしていただけたらと思います。アレンジを始める前にストレートアイロンで軽く外羽を作っていきます。まず一つ結びに結んでいくんですが、このぐらいの短めの長さだと一気に一本に結ぶとこの襟足の部分が少し落ちやすい状態になるかと思うので、今回は2つに分けて結ぶやり方をご紹介していきます。まずはトップの部分軽くまとめて仮止めしていきます。邪魔にならないようにお団子とかにして上げててあげてください。で、残った下の部分を全部まとめていきます。で、ここで一つ結びしっかりめに結んでいきます。で、きつめに結んだらゴムを少し下に出して穴を開けていきます。で、この毛先を上の方に穴を通して上の方に出してぎゅっと絞ります。と襟足がこう上がってくれます。そしたら上の仮止めしてた部分を外して、ここでまた一つに結んでいきます。毛先の部分を少しタイトにしたいので、またゴムで結んでいきます。ゴムをちょっとずつずらしながら結んでいきます。またその下をゴムをちょっとずつ下にずらしながら結んでいきます。ではタイトになったこの毛先の部分に今度紐を巻いていきます。紐を真ん中から2つに折って、この部分をまず巻きつけていきます。で、一度ここで結んでいきます。そしたらだんだん下に向かって巻きつけていきます。ここは特に間隔とか開けたり狭めたりとかちょっと変えてあげると雰囲気変わるので、特に気にせず巻いていきます。で、毛先の方まで来たら結びます。緩みそうな部分は飾りピンとかを使って留めておきます。
と、もみあげの短い部分は後で巻くので足しておきます。で、前からバランスを見て、ちょっとトップの部分にかけて引き出していきます。と、顔周り残しておいた部分は並巻きに巻いていきます。カールをつけて冷やして、外巻きで終わるように巻くと、なみなみに作れます。と、襟足がちょっと出ちゃう部分は巻いてあげるとおしゃれに見えるので、無理やりピンで留めなくても、少し出してあげても抜け感が出ておしゃれに決まります。スタイリング剤はこういう遅れ毛とかにはバームを足してあげた方が質感が出て可愛くまとまります。仕上がりはこんな感じです。